はい、それではクロノトリガー続きやっていこうと思います。さては、2レベルぐらいレベル上げてきました。今レベル11かな、どれも。はい、ということでやっていきましょう。今回は、東にあるなんだっけ、プレデタードームだっけ、あそこを目指すということでやっていきましょう。ちょっとここがね気になってるんですよ。地下水道跡、イベントか。キー、王様なら早くクローリー様に知らせなくっちゃ。キー、ん、クローリー様ボスかな。あー、高木あるか、取っていきたいね、ここ。おー、ない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 、あ、バトルか。ちょ、なんか汚らしいんだけど。え、倒せ倒せ倒せ、なぬ、死なないだと一発。あ、なんか、あ、でかいのがおる。ちょ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 、あ、いった。あ、強いね。痛い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 。よし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 、連携ドンドラゴ、火炎車輪、まあ、使うほどでもないか。よいしょ、ちょっと待ってよ。あ、痛い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 、やばいやばいやばい、迷ってたら回転切り。よいしょ、小技、火炎放射、オッケーオッケー。じゃああと1匹だな。挑発とか効くかな。教えていただいてる。ピピピ7、効かないか。そう、このマールちゃんの美貌、美貌があっても効かんか。オッケー、倒す。おー、てかな、攻撃力は結構えげつないですね。600ゴール、あ、600ギルか、ギルかな、ギルだな。ありがたい。あ、ちょ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 、なんだよ。まあ出てくるってか。ポケモンバブル光線してくる、バブル光線。一匹ずつね、確実にやりましょう。よいしょ。でも通常攻撃だけも強いもんね。いたすいたす。ナイス、よし。ちょっと下まで、ん、なんだなんだ、ここに溝があったのを見たんだけど、本当だってば、けど本当なんだってば。嘘つくなゲロ、どこにもないゲロ、まったく本当なんだけど。あ、誰か来る、逃げろゲロ。溝があった、ここは特にないよね。溝、ここに溝があったって言ってたけど、あ、確かにさ、これさ、対岸までどうやって渡るんやろな。ちょっと怖いけど、不気味なとこに、なんか嫌な予感がするわ。これいいの、先行って、切っちゃうよ。え、猫がいる。わー、ないね、トラップか、やべえ、引っかかっちゃった。痛い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 。これ強いよね、雷攻撃。ちょ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 、痛いんですけど。ずつしかやれないか。あ、でもやっぱ効くな、火炎放射強いね。痛い痛い痛い。ちょっとマールちゃん来てから連携するか、これヤバスだよ。で、回転オーラか、あれ使いましょう。ちょ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 、連携、よいしょ、回転オーラして、よし、解放者、これ一匹死ぬな。なんか確かマールちゃん水属性だからあんまり効かないのか。オッケー、あと一匹。
このバブル構成ね。ちょ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 。はい。ふう。もう猫に騙されたらあかん。でもここお金美味しいね、すごい。あ、ちょっと待って、なんかある。日記がある最後のページにはこう書かれている。もう限界だ。音を立てたら半魚人に襲われるなんて我慢できない。こんなことだったらギロチンの木になっていてくれればよかったのに。最後に大声出してやる。え？で、さっき私猫にめっちゃ引っかかったんだけど。そういうことか。あ、なんかある。あ、なるほどね。こう音出したら半魚人に襲われんのか。あー。見事に引っかかるな、私。会社に会社に。痛い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 。あ、横につながってるから会社に行けそうな気が。あ、行けるね。よし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 。お、やったー。で、よいしょ、こっち行って、で、火炎放射を、でもまあレベル上げがてらいいかもしんないね、こう引っかかるのも。じゃあともうちょっと、お金がすごい美味しいもん。400ゴールドなんかめっちゃ儲かるんだけど。ちょっと待ってね、と回復しようか。回転オーラ、うん、よし。やばい、これも音立てたら、あ、よし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 。あ、ここでセーブができる。あ、ちょちょちょ、おい、嘘。これにも引っかかんの、マジかよ。じゃあ連携行こう、連携。よいしょ、火炎車輪。あ、これ1匹だけか。まあいいや、1匹倒すか。巻き込めたら強いんですけどね。オッケーオッケー。これどうしよう、この先ボス戦とかだったら。痛い痛い痛い。よしよし、あと一体。よし、これちょっと待って、これもしかしてフェイクだった？セーブポイント。フェイクかよ、マジか、ふざけんなもう。フェイクか。敵オーラ。あ、で、ここに繋がるわけか。はははははは。ちょっと待って、技。ルッカ回復させておこう。オッケー。あ、やっぱりこいつと戦うか。あ、でも2匹だけだから全然余裕っちですね。えっか。気持ち悪い卵だな。こうなんかピータンとか食べる気にもなんないよね、あの色ね。じゃあもうこんな中身が紫の卵なんて恐怖でしかない。もうあとさ、千年後の世界ってどうなってるんでしょうかね。なんか人間は人間のままでいられるんでしょうかね。なんかすごい、なんか ロボとかになってないかな。なんだろう、溝。おお、あ、なんかいけるぞ。お、いけるぞ。お、お、おん、あ、確かにここ通れそうだな。あれ、ちょっと待ってよ。
どうなってんだこれ。下に行けるんだけどね、ここから出ないや、出れないな。ん？あ、おう、ここに出て、ん？これさ、あのカメラ移動ができないからさ、奥に行きたいな。どうやって行くんだろう。なんかボタンを押したんだけど、ちょっと待って、ん？あ、これで開いたね。あ、なるほど、いけたいけたいけた。お、どうやらこのスイッチを押すと橋がかかるけど、それではスイッチオンだけど。かわいい、カエル。わあ、スイッチ高すぎて届かないけど、それでもカエルか、ゲロゲロ。あ、誰か来る、逃げろゲロ、逃げろゲロ。なるほど、ここのスイッチ押せばいいな。宝箱もあるし、取っていきましょうかね。ここは特にないか、隠し通路的な。あ、よし、取ろう。お、なに、怒りのなんちゃら、怒りのなんちゃら。怒りの腕は反撃1/2。あ、反撃するんだ、へー。ふむ、なんかステータス下がるとなんか身につける気なくなるんだよな。キー、3人組はもうすぐやってきますぜ、キー。あ、クローリン様ってこいつは気持ち悪い。この時間水道に来るとは全くもって命知らずのやつらめ。ここの奏者思い知らせてやるわい。来やがったらこんなんしてあんなんしてもう粉々にしてやるからな。もう来てます。こんにちは。あ、見張りまさき逃げ出したぞ。3対1はいかがでしょうか。どう、あ、ちょっと待って、なんか強そう、強そう。どんぐらい食らう、どんぐらい食らう。やばい、わ、強い。ちょ1だって、やば。クローリー様ってなってる相手。やば、これはいかん。クローリー様、やばいやばいやばい。オーラもう一回、よいしょ、開放射して、よいしょ、構え立ちするか。あ、でもそこまであんま変わんないか。よいしょ、あ、回転オーラいっちゃう。あ、やんなくてよかったかな。よし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 、クローリー様役。あ、粉々にしてる。あ、そっか、これで1にされちゃうから、これ注意だな。回転切りで、オーラで、またルッカちゃんか。あれ、あんま効かないな。あ、よし、あ、なんだ、弱っ。倒せた。おっしゃー、こいつなん、なんだろう、どう関わってきたんやろ、本編に。謎やんな。あ、エテルじゃなくてポーションあるからポーション使おうか。ルカちゃん、ロックオンされて大変やったな、話。よいしょー。ん、なにね、あ、なんだよ、うわわわ。半魚人強いから、半魚人やるか、先に。うどんドラゴ。よいしょ、どんドラゴ先にやって。よし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 。卵も嫌だけどね。あ、やばい、あ、卵やっちゃった。よし、オッケー、みたい。お、強いな。こう動いてる合間を見計らってこう火炎放射とか打つといいんだね。いや、なんかさ、あの真っ先に攻撃しなきゃって思っちゃうから、
たし、もうなんかコマンド選択しようとしてる間にもさ、敵は攻撃を仕掛けてくるから難しいよね。お、レベル上がった、やった。それでここか。お、雷鳴剣。お、ちょっと待って、これ新しい剣じゃない？あ、上がる、やったー。はーい。でここ、あ、これで橋がかかるって言ってたね。あ、これで戻れんのか、なるほど。いや、さらに上に行けるんですよね。え、なんかどこかに出た。なにここ、ここは監視者のドーム。誰かいるんだけど、え、これ人？モンスター？どっちだろう。監視者のドーム、あそこ、ここから、これ何も動かない、動かないよね。オッケー、なんかバトルになったらやだな。空か、久しぶりじゃの。ならん、行ってはならん、死の山だけは行ってはならん。と言ってもその時とその者たちでと、その者たちでなければ死の山には行けぬことになっておるがの、ひやひや。それよりもお前さんたちは見たことがあるかいの、私の作った海底神殿や、何、国鳥語、なんか字がつぼえてて読めないや。そりゃ見事なもんじゃぞ、ひやひや。ひゃひゃか。謎を持ったウィ博士が私にどのようなプログラムをするのかとても楽しみですね、博士。ん？これじゃあ何なんだ。あ、でもここにもなんか封印の扉がある。不思議な紋章、開けられない。監視者のドームってところに来たんですけど、特にないかな。そのうちわかるんでしょうかね。じゃあ戻ろうか。あ、やばい、もう結構いい時間やばいやばい、ここ寄り道してたらいい時間になったな。バレないよね、バレないよね。おお、これ全部橋がかかりました。あ、ちょっと待ってよ、あ、下は何もなかったか。じゃあちょっとね、回復を、回復とセーブをしてこようと思いますので、一回カットします。はい、では回復とセーブ行ってきました。じゃあ今回はね、ここがもともと行かなきゃいけないところですね。32号廃墟。お、これか。あ、これか。あ、なに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 、やばい、モンスターが出てきちゃったよ。ん、待ちな。ん、あ、兄貴、待たせたな。兄貴、俺の名はジョニー、こいつらの頭だ。向こうの大陸に通り抜けたきゃ、この先のハイウェイアートで俺と勝負だ。そこのジェットバイクを使わせてやる。ビビってんじゃねえぞ、バリバリだぜベイベー。ところでおめえ動かし方知ってんだろうな。知らない。仕方ねえな、ジョニー様が教えてやろう。アクセルはオートだ、勝手に進んでいくから安心しな。移動は上下の十字ボタンを押せばその方向に移動する。ターボブーストは B ボタン3回まで使わせてやる。回数は右下に、B のマークで書いてある。だがしかし、一度使った後はマーク上のゲージが溜まるまでは使えねえ、気をつけな。ゴールまでの位置は画面下に出ているで、さあしっかりついてきなベイベー。はい、あ、これでバトルなの。はい、ちょ、邪魔だよ邪魔だよ邪魔だよ。よし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 よ。ほっ、やばいやばいやばい、邪魔だよ。よしよしよしよ。あと、もうちょっとでゴールの、邪魔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 。お、やった、勝った勝った勝った、あぶなーよし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 。これ前に妨害してくるのうざかったですね。負けたよおめえたちは。またいつでも来いよ、一緒に風になろうぜベイベー。
よかった。これでこのまま外出れるの？あ、よかったよかった。あ、じゃあ今回ここまでかな。ちょっと待ってよ。ここは、あ、ここがプロメテドームかで、ここが目的地で、で、あ、工場跡。なんか気になるな。あ、行けないのか、ここ行けないようになってる？お、ピー、なんか出てきた。よし、バトルだ。あ、強いんだけど、何こいつ。強いな。火炎放射は効かない。まあ炎の攻撃は炎は効かないから一応やってみるけど、火薬しちゃったらどうしよう。あー、やっぱそうだよね、ゼロですよね。回転ゲーとか効きます。おー、あー、でも倒した、よっしゃ。え、で結局通れんのかい、マジか。これ同じ？どれだけやっても出てくる敵は一緒かな。あらら、あ、いけないっぽいな今。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうかね。じゃあ次回ね、プロメテドームやっていこうと思います。うん、だいぶいい時間でしたな。よいしょ。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。